よし、来た。よし。秋だね。おー、かわいい。いいよ。うい。秋だね。今年も始まりましたよ。秋の巻物、TL の季節ですよ。世界で一番投げてるんじゃないか、僕が。今日はですね、徹底的にこの秋の巻物、秋のハードルは秋の TN ご紹介します。負けよみんな負けよ、もっと巻いた方がいいよ本当に。秋はおお来た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 、お来た、おっしゃ、バリ飛ぶ、来た、おっしゃ、お気がで食った俺。待って、これ嘘でしょ。ちょっとちょっと、6連続バイトなんですけど。ちょっと水深だけ。いや、やっぱこれ秋は TN やね。まあ巻物全般良くなるんですけど、なんで秋にね巻物が全体的に良くなるかというと、まあまずその理由は何点かあるんですけど、まずその夏の高水温のそのピークを終えてね、水温がやっぱ右肩下がってくるタイミングになるんですけど、まあそうすると、まあベイトも横移動します。当然バスも横移動するんですけど、でその中で普段ここで生活してるバスがやっぱり視界にいっぱい入るわけですよ、横移動する魚って。でやっぱり普段見てるものが横に移動する、その姿をねさらにこう頻度高く目撃する、視界に入るってことが結構多くなって、横移動するものに対して、行きます。で自分も自らもこう夏は目の前にこう運んでいかなければいけないルアーをね、目の前に持っていかなきゃいけなかったのが今度はバスから行ってくれるから、だから多分同じカバーを攻めるにしても夏はそのカバーに入れなきゃいけなかったのが、カバーのキアを通しただけでバスから行ってくれるっていうことが、まあ起きるんですよ。でそうすると一つの場所に対するこう時間のかけ方とか、一つの場所に対する攻め方の違いっていうのは当然夏と秋で違いが出てきてね。で今言ったようにそういった横方向に動けるタイミングだし、横方向に動くものをよく見かける季節感でもあるしってことを考えると、まず一つ、巻物が横に動くっていうこういうタイプの、ルアーが、良くなる、必然的に良くなるっていうのがありますよね。で場所もねかなり広範囲にやっぱ散るんですよ。で今日もやっぱりこうやりながらね、地形を把握しながらとか変化を自分の中でこう見つけながら魚を拾っていくっていう、で拾いながらどういうところにバスがいて、どういうところで釣れる魚のがまあこのサイズ感を把握するとかね、25センチがこの辺の場所は多いんやなとか、あここちょっとサイズ感があったな、コンディション違うなとかっていう場所で釣れる魚の特徴とかをやっぱり釣りながら拾いながらまず探っていくっていう、でそこで見つけた変化発見に対して、フォローを入れていくっていう、まあ一日のこの釣りの組み立てっていうのが、できるんですよ。はい、巻物だとね。でバイブレーションっていうのは中でも、まあ、秋定番のルアーなんですけど、まあ、メリットとしてはよく飛ぶ、ストライクゾーンを広く取れます。散ってる魚をかき集めやすくなりますよね。はい、っていうのでやっぱりこの秋イコールバイブレーションっていうのはもうやっぱり鉄板、鉄板だし、まあそういうバスがよく目撃しているベイトフィッシュっていうのが結構こうなだらかな遠浅地形にやっぱ乗っかることが多くって、秋と春はフラット、冬と夏はアウトサイドみたいな、はい、まあシーズナルなねバスの攻め方があるんですけど、だから春秋はやっぱりフラットをちょっと意識した釣りでプラスアルファ横方向を意識した釣りっていうのが、良くなるっていうのはもうセオリーです。だから負け、だから巻いてくれっていう、巻いた方が早いから本当にマジで本当にサイズ出そうとか、もうそのフィールドにいるでっかいやつ狙おうっていうんだったらまた話は別なんですが、とりあえずやっぱり楽しみたい、巻物で釣りたい、そのフィールドの状況をよくね、地形とかをよく知っておきたい
その上でバス釣りたいっていうんだったらもう絶対薪をやった方がいい、いっぱい釣りたいとかね出した方がいい。それぐらいやっぱり効率よく拾っていける、あそこかなね、食うでしょこうやって拾っていく、拾っていくんですよ。可愛いサイズだけどね、ほらフロントフックがっつり、はい、これワームやってたらこのペースで釣れるってことなかなかね、よっぽどいいポイントでピンだったらまた別なんですけど、こういう広いロケーションの中で魚探していこうと思うと巻物のこの重要性っていうのがね、よく分かっていただけるかなというところです。はい、おー来た、うわー真ん中だ、ワンドの真ん中で食った。2頭目ぐらいワンドに移動してきて、おお元気いっぱいモリモリ釣れると楽しいよマジでね、巻いて釣れる時期だから、はい、探っていきましょう。このちょっとワンド状の真ん中に上げまして輪切りにするような形で、落ちたとこは浅いです。でもどうせ真ん中に来るとちょっと深みが出てくるから、そこはちょっとゆっくりゆっくり巻く感じ。何メーターぐらいですか？真ん中で結構入るね、3ぐらいかな、 2.5 か 2.2 メーターちょいぐらいかな。その辺行くとちょっと深そうだけどね、さらに沖側やると。こういうちょっとワンドの中はフラットなこと多いからね。あのブレイクまでは届かないか、やっぱここまで、ここからだったら。来た、おっしゃ、沖側で食った。あの任意でレンジ刻めるから、今ちょっとねふっと緩めてレンジ下げたら食ったよ。ありがとう。ちょっと白濁りなんで、膨張キング、秋の超絶カズ釣りを今満喫中です。サイズはねもうちょっと待っててください。はい来た、よし、これよ、これ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 ね。やった、ごめんね、もう早送り、ごめん、早送りします。はい、どうも分かってきた、いくよいくよ。ここワンドになってるでしょ、ワンドになってるから、まあこの奥と両サイドはまあ浅いと。ほんで、真ん中だけやっぱこう多分こう掘れてると思うから、投げます、輪切りにするような形でワンドね。で対岸側落ちたところは多分そんなに深くはないと思う。だからすぐ巻き始めるんだけど、同じスピードで巻き続けちゃうとルアー浮き上がってくるから、今ブレイクに差し掛かったところぐらいでちょっとこう、ちょっとこう緩めてる、緩めてあげる感じ。これねデラクとかも僕こういう巻き方するんですけど、ちょっとこうレンジを、レンジは緩めてるんだけどテンションはずっとかけてる、かけ続けてる感じ。ほら3頭連続出てくるでしょ。こういうのを知っとくとね、魚探代わりっていうことはこういうことですよ。もうちょっとサイズ上がった、見てこの食い方めちゃくちゃ楽しいんですけど地形は下がる、ルアーのレンジは上がるからテンション張りながらこう錆びくイメージですわ。ほらほら、これで5投連続バイト、5連発。お、いいよ、よっしゃ5投連続バイト、4匹目、1本バレちゃったけどサイズがちょっと良くなりましたね。これね、今じゃあちょっと深いところに巻き落としてんねったら、これトリゴンの方がええやんって思うかもしれないじゃないですか。違う、今は多分こう速さが出ることを嫌ってる、ふわっとちょっとレンジアップして浮いてるバスがいるから、そこをこうプルプルプルふわプルプルプルふわみたいな感じで、まあゆっくりめに巻き落としてあげると、で50でもっとゆっくり
錆びてあげてもいいかもしれないね。うん、この今はゆっくりの方がいいと思う。あとまあローテーションするんだったら、まあ、例えばだけど、今日は出さないけどデラックとか、うん、ブレードの抵抗で生かしてゆっくりその同じレンジを巻けるっていうもので、トリゴンでウェイトアップしちゃうと同じレンジ速くなっちゃうから、今みたいなガッツキバイトいかないと思う多分。うん、食ってるのは本当にこのワンドのど真ん中っす。はい、で地形をイメージしながらこうただ巻くんじゃなくて、深いところに落ちるんだったらこう巻き取りすぎない感じですわ。だから俺待ってこれ嘘でしょ、ちょっと6連続バイトなんですけど、なんせコンディションがやばい。あーバレたー、ごめんね、バレちゃった、やばいんですわ、ごめんね。ちょっと足場高いから今抜き上げるしかないんだけど、はあ、楽しいなちょっとずらしたら折るかもしれない、わからないよ。フラットに固まってる秋の典型ですよ今、間違いなくこれ。さあそもそも TN ってなんで秋使うか知ってます皆さん。はい、あのいろんな理由があって、さまざまな理由があるんですけれども、そもそも TN ってタングステンノーズ、この略なんです。口元についたアウトメタルシステムという、まあこうタングステンウェイトが外に飛び出している、はい、もう TN ならではの構造なんですけれども、これがもう最強なんです。はい、メリット一つ、外側にウェイトが飛び出してます、飛距離めちゃくちゃ飛んできます。まあ誰が投げてもある程度気持ちよく飛んでいきます。ストライクゾーンを長く取って秋の魚を拾っていきます。そして2つ目、当然ウェイトが外に出てますから、口元に集まってますから、泳いでる時っていうのは頭下がりになります。こうすることによってボディの後ろに針がきます。根がかりせえへんのですよ。はい、真っ先に頭が当たって前転するような形で回避してくれるんで、根がかりがしない、世界一根がかりしないバイブレーションといっても過言ではありません。そしてもう一点、最後、外にウェイト硬いところが出てるので、当然物に当たるときはそこが拠点にというか、そこがまず当たりますよね。はい、ということで感度が高いんです。感度がすごい、ボトム何が沈んでるか、どんな地形をしているのか、どんな地質なのかっていうのが全部丸分かりです。まあということでですね、広い範囲をかなり明確化した状態で頭の中でイメージができるので、僕はおかっぱりで魚探と呼んでます。はい、魚探代わりになってます TN が。はい、なので広範囲に、とにかく探ってね、情報量をとにかく集めて、そして、次の一匹につなげていくっていう秋の効率のいい釣りがこの TN でできるようになる。だから巻物イコール秋イコール TN なんですね。はい、50トリゴンでもいいかなと思ったんですけど、60トリゴンこれでいってみましょう。同じサイズ感で、まあ、ウェイトが違うっていう。ここでさ、ワーム投げてもさ、どこが正解か何が正解か分かってない状態で投げちゃうと意外と釣れなかったりって結構あるからあるんですよ。だからちょっとなんとなく分かってくるまではね、こういうルアーやっぱ投げといた方がいい。やってるうちに釣れるから負けよみんな負けよ、もっと巻いた方がいいよ本当に。秋は広く場所を見るっていうのはすげえ大事ですから。水深は3メーターちょいぐらいあるね、深いとこだと。バリ飛ぶ。もう一個ブレーキ弱めてみるか。ボトムゆっくり。ボトム付近かな。でボトムを触ったらちょっとこうスピード上げたり、まあ竿の角度をちょっと高めたりする感じ。うん。お、来た。来た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 。可愛いよ。ちょっと今回はもう数も釣りたいからさ。バレたらあかんよこれ。対岸に飛ばしたトリゴンが正解だったけど、ちょっと頼むよ。カモン。
よし。ごめんね、嬉しいんだよ秋のバイブレーションって。イエーイ、ドリゴンにしてちょっと飛距離出してね、届かせたら、対岸の方に届かせたら食ってくれましたね。こういう時、あの横風受けます、ちょっと深みがありますって時はドリゴンの出番です。はい、おっしゃ、おれ、おおままいい、ちょっとサイズ上がった、対岸に投げたら、え、元気なだけだったか、バレんなよ、あ、よし、よし、よしよし、トリゴンはまってる、もう今のはもう飛ばして巻いただけです、やっぱり飛距離があるんで。こう物理的にちゃんと飛ばそうということで、トリゴンの60で、対岸のシェードの中にね、投げたらシェードの中にいましたね。はい、まあまあ、あのシェードの中の方が食わせやすいっていうのもね、確かに巻物はあると思うから、 あるところは積極的にね、そういうとこ突っ込んでてください。はい、逆側深い方、対岸の岬を見かけて、いいとこ行ってんじゃないあのサンドバーだけがうっすら見えるけど、ぶっ飛ぶな。ああいう岬に今ちょっと風当たり出してるからね、ちょっとこうやや大きめを回遊してるやつがプッと寄ったりしないかね。おっしゃ、うわ、やっぱこの巻き感やね。そう、いい引きするわこれ、秋のバスよう食ってるやん。いいね、ぶっ飛ばしてその先で食うってのが。おお、来た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 、秋田池来たんじゃないこれ。お、いいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、ちょっとこれハンドハンドいく、頼むよ、バレないでよ、よっしゃー、オッケー、お、超ロングキャストした先でこれ食ってくると気持ちいいよ、楽しい。ちょっとまん丸体験のやつ来ないかな。やっぱベイトが入ってきた。おわ、足元で手前で、お、まあまあいいよこいつも。深いとこ入れ込んだらいいバイトだ。連発連発連発。お、ふっと。待て待て、おいよ、マジいいサイズに上がってきましたよ。うわ、バレそう、頼む頼む頼む、取らして、頼む、よっしゃ、ふっよっしゃちょっと深いとこ入れ込んだらさ、サイズが上がってきた。ほら、うわ、ふっと来た、来た、いけ、食ってますねこれはおもろいってマジで。だからやめらんないんだよねこの釣りは。しゃー、えい、さあ十分楽しみましたね。うん、いっぱい釣れた、いっぱい釣れた。季節感的にはまだね、まあ、どっちかってサイズをしっかり出すっていうよりは、本当に数釣って楽しむみたいな、あのタイミングなんですよ。うん、だけど、やっぱりいっぱい数釣るためにもコツもあるし、うん、あのエリアをね見極めたりっていうこともねしていかなければいけないんですけどもね。まあ、こういったあのでっかいゲドウも釣れたりしますから、はい、サンパチはね
なんでやねん。はい、楽しいじゃんね。本当にね、まあ、ワームのスタイル好きな人もいっぱいいると思うんだけど、やっぱりこういう秋こそね、たくさん散ったブラックバスとかブルギルとか、はい、いっぱいね、釣れる魚いっぱいいますから、積極的にハードルは投入していただいて、はい、TN も広範囲を察知して魚探代わりに使ってみてください。いい魚釣れます。